続いてはミライアスリート名鑑です。松田さん、今回はどんな選手でしょうか。はい、今回はサッカーに集中できる虎の穴のような環境から生まれたキャプテンシーあふれる女子サッカー選手です。どうぞご覧ください。夢を追う次世代のスターを松田拓司が全力取材。未来アスリート名鑑。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、宮沢さん。今回取材したのは女子サッカー宮沢ひなた。去年17歳以下のワールドカップで豪快なシュートを決めるなど準優勝に貢献。なでしこのエース候補として期待を集める逸材だ。チームではキャプテンを任されている。勉強やっていきましょう。やった。この学校にはある特徴が。この中でサッカー部の人。セーサー国際高校湘南はサッカーや野球、バスケや陸上などトップアスリートを育成することを目的としている。気になる授業内容は。みんな見てますね。なんと海外サッカーの分析。最高峰の戦術やテクニックを学ぶ。他にもアスリートに必要な授業が並ぶ。まさにエリート養成所だ。栄養士が監修する昼食は大盛りのご飯。さらに。マジか、これにうどんもあんのか。一食でおよそ1800キロカロリー、一般女性のほぼ1日分に相当する。そびえ立つ山盛りのご飯を。この食べっぷりに思わず。女子高生がこんだけもりもり食ってくれたら気持ちいいわ。授業が終わった後はナイター設備に。人工芝という充実した環境で練習に励む。とここで宮沢を見ていた松田が。動きが際立ってますよね。宮沢さん、やっぱボールが足に吸い付いてる感じしますね。おー、宮沢の武器、それはボールコントロール。複数に囲まれてもものともしない。試しに松田がボールを奪いに行ってみると。あ、取れそうだった。何もできないまま、また抜き。足出しても取れる気がしないっていうのは、あとは股抜きは悔しいですね。狙ってる時は多いです。あ、試合中でも股抜き。そして宮沢のもう一つの武器がスピードだ。あ、一瞬でやられた。ゴールへ突き進むスピード。この武器こそがなでしこのエース候補たるゆえん。足やっぱ速いんですか。自信はあります。その自信の源となっているのが。こんな山道はちょっと想像してなかったんですけど。学校の裏山を使った全長100メートルの坂道ダッシュ。これを20本も走るという。宮沢でさえ悲鳴を上げる地獄の特訓。松田が全力体験。宮沢に遅れてようやく山頂に到着。オリンピアンも青息吐息。この坂道ダッシュでやっぱそれ鍛えられたものなんですかね。はい、あとは下はちょっと不安定なんで、まあ、体幹のところとかも鍛えられてるなと思います。未来のなでしこを担うスピードスター。彼女が思い描く夢とは。まあ、やっぱり一番はなでしこジャパンに入って、オリンピックとかで優勝することですか。まあ、たくさんの人に応援されて愛されるような選手になりたいなっていう。未来アスリート太陽の申し子宮沢ひなた。そのスピードで世界一へ駆け上がる。
松田さん取材されてみていかがでしたか。はい、そうですね、まずはこのきつい練習をねみんなで盛り上げて乗り越えていこうというその雰囲気がすごいなというふうに思ったのと、まあ、そのチームでキャプテンを務めているのが宮澤さんです、はい、さんなんですが、そのキャプテンとしてのコミュニケーション能力の高さに驚きましたね。本当にいろんな声掛けをしていました。まあ、このコミュニケーション能力があれば今後どんなチームに行ってもどのステージに上がってもチームから必要とされる選手になれるんじゃないかなというふうに感じましたね。はい、シップがすごいんですね。はい、さあその宮澤選手も出場する全日本高校女子サッカー選手権は12月30日開幕となっています。